アンデルソン・ロペスの PK を東口が見事にセーブしたかに思われましたが、キックの前に東口の両足がライン上から離れていたことでやり直しに。2度目の PK はロペスが東口のタイミングを完全に外し難なくゴールを決めます。ちなみに2度目も東口はキック前に動き出しており、全く対応することができませんでした。